ハイライトイギグアム、韓国の10代ダンサーの実力に関心、昔の僕だったら踊れないかも、写真イコール10。アジアハイライトのイギグアンが10代のダンサーを通して感じた、ダンスの明るい未来について語った。KBS2TV 新バラエティ番組、ダンシングハイの制作発表会が本日、7日、午前、ソウルヨイドにある KBS アートホールで開催された。制作発表会には、ダンスコーチ軍団のユーストジャーク、ヒヤキム、イギ、グアン、元インフィニティのホヤとイスンゴンプロデューサーが参加した。イギグアンは、実際に撮影する前は、10代の若いメンバーたちだから、実力が、踏ん足りないんじゃないかとか、自分の期待に及ばないのではないかと思っていた。でもメンバーたちを見て、そんな考えは間違っていたということが分かった、と話し、韓国の10代はダンスが上手いというのを感じ、ダンスの未来が明るいということも感じた、と話した。続いて、昔踊っていた頃の自分だったら、今のこのメンバーたちのように踊れるかな、とも思った。上手いメンバーたちを見ながら満足もしているし、不足で足りない部分を、放置してあげながら、楽しさと幸せを感じている、と付け加えた。また、もう一人のダンスコーチであるホヤは、ほとんど毎日10代の子たちを見ているけれど、その純粋さが愛らしいし、その情熱が羨ましい、と話し、僕がドラマ撮影で明け方まで撮影をしていて、体が辛くて疲れているはずなのに、そんなことも忘れるくらい癒される。むしろ若い子たちから学ぶことが多い、と話した。ダンシングハイは本日、7日、夜11時に韓国で初放送され、